最初の得点はスリーポイントシュート橋本でした。さあ青森は空いた正面から入ってきます。ドライブ決まりました。ホールモネアレックスがつきます。トップの位置高橋ギボム、ここは藤崎とミスマッチになっているロングツーが決まります。橋本ギボムへエチェニケ、ダブルチームで行く中通したフリーでした。ハレルソン軽々と決めてきました。そして池田の競り合いです。長谷川空いているペイントエリア内左手一本倒れ込みながら決めていきました。中身ここはスピードを見せるレイアップです。こちらはチョンギボム、今からハレルソンオープンのスリーポイントシュート。モンゴメリーはパスと見せかけてペイントエリア内、デイビス二人に囲まれながら沈めてエンドワン。ここは右から入ってくるリバウンドは久武が抑えてねじ込んだ。エチェニケ、ここは久武手を伸ばしていく。ここは激しいルーズボール争い、どっちが制する、青森が制する。そしてダンク来た、久武、久武のダンクシュート。このルーズボール争いも非常に混戦していましたが、最後はこのゴールキックアウト。キャプテンの村上はエチェニケを選択。エチェニケが入ってくる。そしてエンドワン、外に送って、こちらもショットクロックは短くなっているが、ホールモネアレックスのロングツー、ギリギリで決めてきました。点差を広げられたくないところです。ここは狙っていた村上、カットしてレイアップ。そしてエンドワン。村上カット、ここはハレルソンがカバーをしました。相手が打っていくスリーポイントをトップから、そして第2ゲーム2が終わりました。